ロ、ベルディ戦を振り返っていきます。誰が出ても困らないように、誰が抜けても困らないようにチーム作りをしてきたんで、首位奪還を目指し臨んだベルディ戦、七海監督は前節からスタメンを4人変更しました。まずは5試合ぶりのスタメン、エースのジェイ。前半6分、ファーストシュートはそのジェイ、得意の左足を振り抜きます。続いて10分、今季初先発の松井が桜内のダイレクトパスに抜け出しシュート、ベルディディフェンスの背後をつきます。43分、ジュビロのカウンター、駒野が奪うと川辺が一気にボールを運びます。小林を経由しサイドのジェイへ、しかしこのチャンスを生かせません。後半はよりプレスピードを上げるのと状況判断を難しいプレーするなということと、まあ、よりシュートの意識を高く持たせてピッチに送り出しました。すると後半、シンプルな形からチャンスメイク。2分、 J がこの位置からゴールを狙うと、9分には中央を細かいパスで崩しベルディを押し込みます。そして迎えた10分、小林、松井、川辺が連動してハイプレス。セカンドボールを拾うとスタミナ抜群桜内がここでオーバーラップ、右サイドを駆け上がるとこのピンポイントクロスにアダニュートン、いい守備からいい攻撃へ、ジュビロ理想の形で先制。もうファーストタッチさえうまくいければスピードに乗れると思ったんで、クロスの精度というのは自分の課題だったので決めてくれと思って、まあ、そのまま本当に決まってくれたんで、まあ、嬉しかったですね。さらに14分、 PK を獲得した J が自ら決め追加点。守っては今季初先発の坪内が体を張ったディフェンスを見せ、90分間集中力を切らすことなく完封勝利で首位奪還。しかし次節ジェフとの首位決戦はイエローカード2枚で退場となったアダユートンが欠場。ライバル相手に進化が問われる一戦となります。いやでもね、今のジュビロは誰が出ても同じようなサッカーできる強みはあるよね。そうですね、また J 選手も復帰して、うん、さらに、まあ、間違いなく J の復帰は大きい。やっぱりね、あの左足から出るあのゴールスピードのあるシュート、はい、キーパー中瀬だよね多分ね。さあこれで首位に返り咲きましたけれども、はい、まあ、次あさってですね、うん、千葉との上位対決ですけれども、ここでこのタイミングでアダユートン選手が、うん、出場停止となってしまう、まあ、ただいないのは、ね、痛いですけれども、そういう中で、出る選手のチャンスが巡ってくるわけですから、まあ、そこで結果を出してほしいですね。そうですね、太田が出るのかな。太田選手のゴールも見たいですね、うん、見たいですね、はい。